それではですね、今日の講義は36回ですね。先週はビデオを見ていただいて、いくつか事例を説明したんです。今日は36回を頭から説明します。で、36回というのはこういうふうにですね、6種類に分類されてて、で、勝ってる時のウィニングストラジウムっていう、勝ってる時の戦略っていうか、タクティクスですね。それからあと、エネミー・ディーリング・ストラテジムと同じ力の敵に対する時の戦略がさらに6個あって、それからその次はアタッキング・ストラテジムということで、うまく勝つための戦略ですね。あと後半は今度ディスアドバンテージャス・シチュエーションということで、後半どっちかというと負けてる方ですね。ケオス・ストラテジムで、乱戦時の戦略です。それから次の6つはですね、プロクシメイト・ストラテジー、味方に対しての自分の方の戦略ですね。で、最後は負けている時の戦略で、ディフィート・ストラテジー、この36個あります。で、このそれぞれについてですね、詳細に事例も含めてですね、説明します。英語と日本語大訳になってて、純粋な完璧な大訳じゃないんですけれども、英語の方は前の僕の師匠の高橋君が全部やってくれて、彼女はネイティブだったんで、英語そのものは非常にいい英語になってます。で、彼女自身はですね、後で説明しますけど、僕のダラダラした日本語をうまく要約してまとめてるんで、英語はいい英語ですね。で、まず36系を順繰り見ていきますけど、最初は天を欺いて海を渡るって、これは英語通りで、Deceive the sky to cross the ocean ですね。これは君主に騙してね、船に乗せて、これは船じゃないよと嘘をついて海を渡るというのが第1形ですね。で、第2形はですね、これは孫子の兵法に出てきたと思うんですけど、魏を匿みて蜀を救うということで、Besiege Wei to rescue Zhao。 これはあれですよね、魏と対峙して魏が攻めてきたら、魏の首都を、邯郸ですね。魏の首都を襲って、慌てて魏が今度邯郸に戻るということで、魏と戦っている蜀を救ったって話ですね。それから次は刀を借りて人を殺すということで、キルビーザ・ボロードナイフですね。これはですね、人の刀を借りて、殺したい人を殺すわけですね。この人の刀を使ってって言ってもミスだよね。自分が手を汚さないという。ああ、そういうことですね。人の刀を借りてって、自分が手を、あと事例出てくるけど、今ちょっと思い出せないけど、人の刀を借りて殺すと、自分が手を染めないで相手をやっつけるっていう。今のコロナウイルスに言ったの、WHO がそんなポジションになってますよね。ああ、中国。今ヨーロッパがコロナの震源地になっているとかいうことになってて、武漢の悪い話どっかに消えている、WHO。今ヨーロッパがこう震源地になっているというふうに WHO がアナウンスしていて、武漢の話はあえてこう、で、あの、なんか、意図的に避けている。あ、そうなの？でも麻生さんなんかウーハンウイルスって言ってるじゃん。いや、そう。いや、だから、中国困っちゃう。でもウーハンウイルスですよね。麻生さんは政治家の中では発音いいから、最後の。まだ。だから、帰って困るんでしょ、あの人は。ウーハンウイルスですよね。で、4番目はですね、いつをもって労を待つ。いつっていうのはですね、英語ではレイジャーリー、レイジャーリー、のんびりとしたっていう。ローっていうのは疲れる。I wait for the labor. 骨を折って疲れる。疲れるのを待って、こっちをのんびりしてるという。そういうやり方ですね。相手を疲れさせて攻めるということですね。第5形はね、火につけ込んで押し込みを働く。これ日本語がね、こうなったら、こう中国語をそのまま使ってるんで、日本語に無理やり読み方を書き込んでるんですね。で、これ僕もともとは
違う日本語だったのを原文を引用した形でこういうふうに付け込むとか押し込むとかって、こういう日本語の読み方ないんですね、働くとか。でわざわざもそういう例を持ってきて日本語を入れ替えてですね、ルートハウスオンファイアで、これは火事場泥棒ですけど、相手が火に燃えている時にその家を襲うという。実は中国人こういうの好きなんですね。あの日本人はしないでしょ、火に燃えてる困ってる人から奪うなんてしないけど、中国人やるんですよね。これってあのたまたま火事になった時にその隙を見逃さないっていうことなのか、あのもともとその何かを取るためにそれをカモフラージュする火事をあえて作る。違う違う、前者。たまたま火事に家が燃えたらもう全部取れと。あ、これはね、中国人は覚えてんですよね。僕なんかやられましたけど、あの20世紀のこう中国の文学史の路人が水に落ちた 犬は撃てとかいうふうに書いてますね。へえ、水に犬が落ちました、で溺れそうになってる犬を見たらなんか棒で撃てという、なんて要するに、それはあの信号地のことを実は指していて、信号地が倒れかかっているときに、うん、今こそ叩き潰すべきだということを言いたい。ああ、そういうことを比喩で水に落ちた犬を撃てというふうに、ね、文章で書いてある。中国人の発想ってこう情けで、ね、救ってあげるみたいな。ない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 、今チャンスみたいな。これはだから怖い言葉ですよね。次はですね、東に叫んで西を打つ。これは日本人もよくわかりますよね。Make a sound in the east, then strike in the west. 東を攻めるよ攻めるよって言って西を攻める。で七景は無中に有を生ず、create something from nothing。何もないものから何かを作り出す。これ何だっけな、事例で、ちょっと忘れちゃいましたけど。Create something from nothing。まあ何もないところから、あの、何かを作り出すですね。何だっけな。何もないところがある。次はですね、8K は密かに真相を渡る。チェンサンって言うんだよね。新真相。Openly repair the gallery walls。これバルコニー上のっていうか、天井についた道ですね。をリペアして、Openly repair the gallery walls。But sneak through the passage of チェンサン。真相への道を、でもそれをあのバルコニーの天井のある通路をね、あの作ってリペア修理してるかのように見せかけておいて、実はチェンソーの道を行くと、こっそり行くと、スニークスルーザパッセージをチェンさん、これは三国志なんです。実はチェンソーという城があるんですけど、そっちを行かないかのように見せかけてチェンソー城を攻めるっていうのは三国志にあるんですね。諸葛亮が。で、僕それ知らなかったんだ。この間三国志全部見たんで、それで覚えてて、ああ、そういう意味かと思って。だから、あの、諸葛亮はショックでね、真相を支持してたのは曹操の義なんですね。それを、まあ、密かに真相を攻めるということですね。それから、岸を隔てて火を見る。Watch the fires burning across the river。これは何だっけな、岸を隔てて火を見る。さっきのさ、火につけ込んで押し込み働くに似てるんですけど、岸を隔てて火を見る。
あんまりそう混乱に巻き込まれるなっていうことですかね。うん、そうだったかな。これまた後で見てみましょう。それから勝利に刀を隠す。ハイダ・ダガー・イナ・スマイルですね。ダガ。これはやられましたね。勝利に刀を隠す。これ、僕は前言ったことあるかもしれないけど、日本人はさ、その場でそういう感じでしょうというふうに捉えますけど、うん、中国では違うんですね。何年でも。20年、30年。刀を隠して守ってるんですよ。日本人はそれはそういう発想はないですよね。中国人は20年30年刀を隠していつかその時が来たら刺そうと思ってですね。恐ろしいですよね。36系って。それからリ、桃に変わってタオル。リっていうのはですね、ここではね、プラムですね。桃がピーチツリーですね。プラムツリー。あれ、マーベリーってのあったな。マーベリーってなんだろう。あれ、マーベリーってあったんだよね。あ、これ26系だ。うん。クワ。うん。クワだ。こっちはだからピーチとプラムですね。Sacrifice the plum tree to preserve the peach tree。 リーノが安いんですね、きっとね。手に従えて羊を引く。これは Take the opportunity to pilfer goat。羊をくすねるための機会を探す。うん、従えてっていうのはこういう Take the opportunity。 うん、そうみたいですね。だから僕もこの意味よく以前分かんなかったんだけど、羊をくすねる、ピルファー、くすねるためにその機会を探すというんですね。13系は草を打って蛇を驚かす。で、蛇を驚かす。ストンプ、ザ・グラス、トゥ・スケア、ザ・スネーク。14系は、屍を借りて魂を返す。Borrow a corpse to resurrect the soul。これ諸葛亮が死んだのにまだ生きてるかのようにしてうまく利用したって、そういう例がなんか読んだような気がするけど。ああ、もう五条ヶ原の話ですね。うん。諸葛孔明が亡くなったんだけども、秦の軍隊が攻めてきて、うん、で、わざとこう城の門を開けて、うん、で、諸葛、秦の軍、まあ、義の軍隊が、これ、攻めてくださいって言ってるのは怪しいというふうに思って、うんうん、諸葛孔明死んでるんだけども彼ら引き返していった。あ、そういうことか。そう、よく覚えてない。で、死せる孔明、芝を走らせるっていうなんか言葉が残ってます。芝居ね、うん、次はですね、虎をあしらって山を離れしむ、うん、Entis the tiger to leave its mountain lair。 ああ、まあ、これはここ山にいると虎が強いから平野になんかおびき出そうっていうことだよね。そうです、そうです。それから16系はトレーントをすればしばらく放て。 In order to capture, one must let loose。 うん、まあ、それは言葉通りですね。次は17系はレンガを投げて弾を引く。Tossing out a brick to get a jade gem。
18件は賊を捕らえるには王を捕らえる。Defeat the enemy by capturing their chief。 これアメリカがよくやる手ですね。オサム・ビン・ラディンとか、あと、なんだっけ、イラクの、あの、うん、誰だっけ、そう、イラン、イランの軍事政府、政府、政府、それからリビアのカダフィとかね、うん、あの、アメリカ軍はトップを殺せば勝てると。でもさ、大東亜戦争ではアメリカは天皇を殺さなかったんだよね。ダグラス・マッカーサーの判断ですよね。うん、だから彼はこの18件を従わなかったよね。あ、それ理由は、あの、僕それはあのいろいろ読んだんだけど、天皇のこと、マッカーサーに対する言葉があまりにも立派だったんですね、うん、まあ、殺しちゃダメだという、要するに日本人が尊敬する人だというようなことを確信したんですね。だから彼を利用した方が日本を治めやすいと判断したの。一般的にヨーロッパの王族って負けると逃げますよね。みんな殺されますよ、うん、殺されちゃったら逃げちゃうんですよ、うん、で天皇は逃げなかったから、逃げなかった。19件は釜の底より薪を引くって、 Remove the firewood from under the pot。この英語の表現の仕方、僕よくわかんないんだけど、 from under the pot っていう言い方をしてるんですよ、ね、釜の底より、まあ、そういう言い方なんでしょうね。よく文法的にわかんない。そう、 under the pot っていうのは一つの単語なんでしょうね。ボトルとかじゃないですか。うん、 under the pot って言うんですよ。まあ、イディオムになってるんですね、きっとね。うん、それから水をかき混ぜて魚を探る。これどういうことか分からなかったんですけど、 Catch a fish while the water is disturbed。 水が混乱している間に魚を捕まえる、うん、相手がパニックを陥ってる間っていうことじゃないですか。そうだと思います、うん、英語の通りですよね。 While the water is disturbed、 水が混乱している中間に、混乱してる間に魚を取る。これさっきなんての羊をなんか一匹にパクッ、あの、取っちゃうって話なんか似てますよね。うん、羊の場合はさ、あの、これ、あの、take the opportunity ってことで、羊を盗む機会を探すと。こっちはもっと具体的に取っちゃう、混乱させて魚を取る。それ金銭殻を抜く。 Slow off the cicada's golden shell。 これはあれですよね、あのセミの、あの抜け殻でもってカモフラージュするっていうんですね。ここではスローオフ、脱ぎ捨てる。確かそうだと思う。あの、セミの殻でカモフラージュする。22は門を閉ざして賊を捕らう。Shut the door to catch the thief。これは何だったかな、門を閉ざして賊を捕らう。これで中国の城お城ってあのこう囲まれてるんですよね、近くに、うん、で賊が中に入ってきた時に全部門閉じちゃうとそこから逃げれなくなっちゃうから、うん、袋のネズミになっちゃいますよね、うん、中国のお城の構造分かってないと意味がピンとこない。これ中国の城って日本の城と違って城下町に入ってるんですよね、うん、全部ね。あ、町ごと城壁に、うん、なってる、ね、あれって、ね、異民族に攻められた時に日本のお城みたいに、日本は異民族じゃないから、うん、あの普通の人別にそんな殺されたら死なないじゃないですか、うん、だけど異民族の場合だと殺されちゃうから全部囲っちゃうんですよね、うん、
23系は befriend a distant state while attacking a neighbor、うん、まあ遠行近行ってよく言いますよ、ね、有名ですよね。24系道を借りて過去を打つ obtain safe passage to conquer the state of Gao、うん、これはあの核という国をねあの通っていいかって聞いて通ったらついでに核もセーバーしちゃう、うん、そういう意味ですね。そうなんですよ。だから油断しちゃいけないと、うんまあ、だから量を盗み柱に買う、これ英語面白い表現なんだけど Replace the beams beams って量ね Replace the beams with rotten timbers 腐った柱って言うんですね、うん、僕はロットンっていうのは知らなかった、ねうん、これはあの説明の仕方によっては量と柱っていうのはそれぞれ違う役割だから入れ替えちゃいけないっていう解説を読んだことあるけどここではもう柱腐ってるの柱を使ってあの量ってどういうのを量っていうかちょっと忘れちゃったけどこれ家のあれを支える針みたいなやつです、うん、針か柱はこうだよね、うん、量ってこういうやつか横木みたいな、うん、しか26系は桑を指さして炎上を罵るで桑っていうのはあのマーベリーって言ってポイントあったマーベリーツリー while cursing the locust tree。これ小野さんによくやったんじゃないですか部下に対して。そうかな。あるやつをなんか本当怒りたいんだけど別な人を怒って相手にこう間接的に怒るみたいな。うん、そうしたかな。カーシングだろうか。そうだったかな。それが本当にそうそれを伝えたい人にそういう方法で伝わると逆に怖いですよね。これね僕例はねあよく覚えてるんだけどあの。中国がさ、あの、なんていうの、防空、空のノーフライゾーンを、あの、防空識別圏ですか？そう、防空禁止区域を、うん、あの、今のサウスチャイナシーに設けて飛行機が飛んでこないようにってわーわー騒いだ時があったんですよ、うんうんうん。で、そういうふうにこう、ポイント・ザ・マーベリー・ツリーってね、防空禁止区域であるとこれはもう外国に来ちゃいけない騒いだんだけど世界中はそんなことできないって言ったんだけど本当は彼はカーシンでローカスする本当は海を制海権を取りたかった、うん、だから防空権出したけど別にそれを固執するつもりはなくて結果としては防空権ここはお前入っちゃいけないよって言ったの僕言ったけどそれを後で彼ら取っちゃってね制海権を取ろうとしたっていう、うん、だこれはまさしくそういう事例だと思うんですね。中国戦略で例えばサウジアラシーは俺の海だっていう今言わないでしょ防空権はね、うん、一時防空権でその日本の飛行機入ってくるなとか、うん、いろいろ騒いだんですよ。でそれはなんか彼らこういうふうな戦略かなと思ったんですね。で次はですね地を偽るも転せず Feign madness but keep your balance あの気違いのふりをするけどもあなたの平静を保つ、うんだから相手に対して自分が頭おかしいっていうふりするけど本当はそうじゃない。うん、なんか国行くと系統に似てますよ国行くとね。ああそうですね、うん、中央島の天使。これは僕は実際にね前の奥さんに言われてその実際にやったことありますよ。中国人に対してね。うん、これ彼らやっぱり得意ですよね。フェインマートネスで見破れないよね。さっきからこれの何ですか奥さんというか近くにいる女性にその良妻賢母型ではない、うん、多分そのおっしゃる良妻賢母型ではない人に当てはめると、うん、あなんか女性の方がこういうことに長けてるっていうか日頃からああそうやそうやそうだね。まあ規模は違ったり場面は違うにしても、うん、
こういうのを繰り出すのってやっぱ女性の方がなんかこう腹が据わってるって言いますよね。ああ、そりゃそうだね。気がします。たけてる。男はまあ真面目正直だね。ってことなんですね。うん、男は騙しやすい。こういうのを見てもやっぱり成果、うん、終身成果の成果、ああ、うん、家の中をなんかちゃんとマネジメントできないやつは国を治められないじゃん。だから僕は終身成果っていうことを本書いてさ、うん、言ったんだけど、日本の全ての人事部が家を治めるなんてのは家庭を大事にするなんてことは考えちゃいけないと。仕事が大事だってバカなこと言うやつばっかでね、うん、家庭を大事にするってことは死を偽るも天せずみの権限みたいな奥さんをさどう手なずけるんだそれができないで会社なんか運営できるわけねえだろっていうのが、確かにここで一番身近な人をマネジメントできるけど国とか会社とかマネジメントできないっていう考えだね。死を偽るも天せずっていうのはその奥さんがそういうふうなテクニックを使うのを外向けてやって旦那にするなっていうことをうまくお前言いくるめられるのかっていうことなんですよね。そうですね。別にあの全てを家庭に捧げなさいっていうのは成果なわけではないですよね、うん、そうです。だからその味方にどうつけるかっていうことを日頃から訓練しなさいっていうようなことを儒学は言ってるんですね。これはなんかその一つのまあ昔の召喚集っていうかね言葉ですよね。今回もその痛感しましたね。まだダメだったんだっていうのを今回痛感しました。とにかくこれ家族の緊急事態だと。いやこっちはそう思ってないし、もしかしたら向こうも思ってないんですけど、うんうん、でもそういうことにして、うん、とにかくしばらく頭を冷やせというふうに言われてしまうとか、そう言わせてしまっていた今までの成果のこう足りなさ。うん、まさに不得の。いやそれはそうですよ。僕だってさ今の奥さんこうやっていろいろね説得するのに丸6年かかってるんですから、だからそれはねあの家庭を信頼関係作るってのはそれは簡単じゃないですよね。男と女って脳の構造が 30% 全く違いますから、だからそのからくりを見破ることは男にとって不可能で、だから少なくとも死を偽るも転せずっていうのは向こう向いて外にやってほしいとやってほしいとこっち向いてやらんでくれっていうそういう習慣を身につけさせるために何でもかかるんですよ。それをやっぱり終身成果って言ってるんですね。なんか感覚的にはこうようやくなんとかなってきたかなと思うと向こうがまたちょっとこうパワーアップするっていうかなんかこういやうまく丸め込まれてるのをもしかしたら感覚的に分かってそっちがそうなのこっちはこうだみたいな風にまた言われてあまたかみたいなうんそうなんですよ。 28K はね奥に上げてはしごを外す、うん、Remove the ladder when the enemy has ascended to the roof、 まあ、敵が屋根に登った時にはしごを外す、うん、まあ言葉通りですね、うん、樹上に花を咲かす。Deck the tree with false blossom。嘘の花ですね。うん、気にかかる、うん。嘘の花、樹上に花を咲かす。嘘の花を気にかざすっていうのは。中国の本屋さんに行くと、子供向けのこう、こういう36系とか、孫子とか、いっぱいあるんだよ。そうだよ。私の子供なんかさ、あの2番目も3番目も、子供には DVD は買って与えてさ、うん、これ、お話ついてるじゃない？それを彼らにちっちゃいとか3歳ぐらいのとか見せてさ、うん、何回も何回も見せてね、覚えさせた。もうみんなそうだな、ね、中国人のファミリーは。うん、客を反して主となす。Make the host and the guest exchange roles。まあ、四角を反対にして役割を変えると、うん、これなんだっけな、客を反して人はちょっと忘れちゃった。え、これテレビ用でこう
ひさしを貸して母屋を捉えるみたいなやつ。ひさしを貸して母屋を捉えるということじゃないですか。ああ、そういうことか、うん。お客さんとやってきて、なんか乗っ取っちゃう。ああ、そういうことか。客を反省して。なるほど。次はね、美人の件ですけど、これ英語もちょっとこういう用語な、The beauty trap, honey trap という同じことを2つ言ってるんだけど、うん、まあこういう言い方するんでしょうね。うん。橋本さんが引っかかったですね、美人系。いっぱい引っかかっちゃうんですよね。うん。中国人得意ですよ、これ。あれ、宇野さんどうやって守ってきたの？僕はいつでもさ、例えば、女が仕向けられたら、そんなことないんだけど、いつでも心構えとしてドアを女がノックしてきた。例えば中国の政府を女仕向けたら入れてすぐ部下と部屋を変わらせて、うん、部下の部屋に俺が移ると女が入った5分以内にすると、うん、政府がドアノックして入ってきても、うん、女も俺もいないと5分以内いつもそういうつもりだけどそういうちゃん俺有名人じゃなかったからそういう機会に残念ながらなかったんですけど簡単ですよすぐ部屋を移れてだから例えば研修で10人ぐらい連れてくるでしょでもし仮に女が俺の部屋に来たらばその女連れて研修生の一人ね気心してると俺と部屋変われと1時間変われって俺が降りて彼が部屋に入ってで政府が来てねドア開けたら違う人がいたと美人系ですねよくあるじゃない相撲させみたいにさ、うん、よく俺の女手つけたなって、うん、そりゃすぐ部屋変われとで空城の形ってのは The Empty Fort Strategy です、まあ、これはね空城の形ってのは人がいるかのように見せかけて三国志もあったけど諸葛亮孔明が芝居を騙した形ですね、うん人がいるかのように見せかけるって。まあ難しい系ですよね。それから33系は反感の系。Let enemies own spy, sow discord into the enemy camp. これは敵のキャンプに敵の自身の敵の自身敵の巻き込んだスパイをがね、sow discord いざこざをまく、任せる。だからその反感だから二重スパイでね、うん、敵のキャンプでいざこざ起こさせる So discord Let so discord ですねこれは中国人得意ですねまあさ反感の系ってこれただ一つだけどスパイは5種類ぐらいあるんですけどね日本人は僕は三国志を読んで思ったけど軍師ね、うん、軍師って基本的にスパイの親分、うん、で君主に一番近いのは軍師なの、うん、全権を持った大将よりも近いの、うん、軍師がで軍師が時として全権を持った軍の大将になったりするんだけど、うん、これがスパイの親分、うん、でこの人を最も大事にしろっていうのは三国志ね、うん、全てそうなんだけど曹操とか劉邦とか全部そうなんだけど日本にもそういう感覚があるのかもしれないけど軍師がやっぱり最も大事なんだけど日本の会社には軍師制度ないもん、ね、例えば社長がこれどうだって聞くような人がいないもしくは安倍さんがこれどうだって聞く人がいても取り巻きがその茶坊主みたいなばっかでさで正しい答えを得られないとかってあるわけですね。それを最も優れた軍師を、だから中国の軍師ってみんな年寄りなの。うん、俺みたいに。要するに経験したやつの意見を聞くんだよね。うん、だそういうことは日本の仕組みにはないような気がするんだけどね。あるのかは分かんないけど。確か1990年に大前健一が企業参謀って本を書いてるんですよ。ああ。で、それが多分、宇野さんが今言うような話なんだけど、なかなか大前健一がそういう本を書いたということは日本にそういう事例がないってことなんでしょう、ね、ああそうですねそういうこと僕はその軍師になりたくてこうやって勉強してきた、うん、結果としてはやっぱり軍師だなっていうのは宇野塾やってて思うんですけどね、うん、だからいろんな例えば事例があってあれおかしいなこれおかしいなって
今でも思いますけどね。だけど例えば一つのいい例は学校休校にするっていうのは僕反対したんだけど、でも学校、安倍さん学校休校にしないと一般大衆がさ安倍さんを責めるんですね。あの子供がコロナウイルスかかったっていうの一件でもあれば、子供ってかかっても重症にならないから僕はどうでもいいんだけど、高校野球もそうだけど、やめる必要ないんだけど、あれをやめさせるとか学校を閉校するっていうのはあの戦略としては正しいんですね。あの風評被害を彼が被らなくするから。でもそれは国家にとってそれプラスになるかというと、学校を休ませちゃうというのは大損害でね、取り返しつかないんだけど、それは仕方ないんですよ。高校野球もやっても別にそんなのどうでもいいんだけど、でも批判が、彼は反対票100万票ぐらい取っちゃうかもしれない。だからやっぱり戦争中と同じようにとんでもないことですけど、やめさせたんですね。だそれは軍師の判断ですよね、そういうのは。うん、文科省だったら全部学校休むってことで意思決定しないじゃないですか、彼らだ役員だったら。ああ、しないかもしれない、ね。極めて政治的な判断ですよね。うん、やっぱり混乱期って役人だけだとうまくいかないよねっていう。うん、あの僕はあのあと、まあ、いろいろこう戦争の本も書いてるんですけどね、うん、あのスパイじゃないけど、例えば靖国神社 の参拝なんかも、あの日本の歴史見るとさ、あの戦後の歴史ってのはアメリカに何ていうの仕組まれた東京裁判で、やっぱそれおかしいしね、あの例えば立花さんみたいな発想だったら靖国神社参拝すべきだっていうことが正しいんですけど、でもやっぱりアメリカの反感ね、東京裁判を否定するとなるとやっぱりアメリカの反感食うんで、それはそれでもって永久裁判に対して安く、中国のことは僕はないと思うんですよね。多分アメリカの、あの意識ですよね。アメリカは悪いことしたって、原爆落とし悪いことしたっていう、そういうふうに意識を持たせないように日本政府は配慮して安くに行かないんだと思うんですよね、きっと。あの大東亜戦争なんて、僕は日本軍が悪いことしたかっていうと必ずしもそうは思ってなくて、僕なんかね、でもたまたま負けちゃったけどしょうがねえなっていうことで、まあアメリカの政府を気にしてね、靖国参拝だから中国政府を気にしていかないのかっていうふうにみんな思ってるかもしれないけど、実はそうじゃなくてアメリカの政府を気にしていってないんだと僕は思うんですよ。でそこら辺のやっぱりその軍師の判断をどう、まあこう反感の刑なんかもそのとおり、苦肉の刑、インフリクトインジャリー、自分で傷をつける、インフリクトインジャリー on oneself to win the enemy's trust、敵を欺くために自分の体を傷つける。日本だとちょっと違った使われ方されてますよね、苦肉の策とか。あ、苦しい時に策を論じる、うんうん、あ、もう追い込まれて、うん、だ日本の使い方と中国の元の意味ってちょっとずれてきちゃってる、ね。これね、例えば中国だったら自分の右手を切り落としてね、うん、でその騙す敵をごまかすみたいな、で右手なんか切り落とすかよって言うけど、こ苦肉の刑ってそういうことなんだね。次は連環の刑も僕よく分かんなかったんだけど、チェーンストラテジーもつって、やっぱりこうこれはね、どういうことを言ってるかというと、この36個いくつかね絡めて、1個だけじゃなくてつなげて、あの刑を図るという意味なんですよ。僕はあの例の、あの誤解してたのは、あの例の赤壁の戦いでさ、あ、船をつなぐやつだと思ったの。そうじゃないの。いくつかのその策をつ、あの、ま、絡めてね、利用しろっていうことですね。で36条はニュールを上となすということで、If everything else fails, retreat. みんなダメだったら逃げろと。これってあの漢王朝を作ったあの時の軍隊、項羽と劉邦だ。で劉邦がこの作戦をやっていて、で劉邦ってあの項羽と戦って何回も何回も負けてるんですよ。でそのためにこう逃げて、でこう
蛮族を連れてきて、最終的にこう彼らの数を上回って、で、項羽をやっつけちゃう。だ項羽に勝ったのに最後の1回だけなんですよ、竜王って。あ、そうなの、うん、だけど、だから負けて負けて逃げて、逃げて、で、こうまたこう外交をやって、数を頼んで、で、最後1回勝って、で、漢王朝を作ったっていう。ただね、これ僕あの、株なんか昔散々、今でもやってるけど、散々やってきてね、今人の金でやってるんだけど、Everything else fails っていうのは、どういうふうに判断するかって難しくて、例えば、株が上がったとき、ここで売ればいい。下がる前に。それが分かんないんですよね。下がって初めて、あそこが一番頂点だって気がする。下がって上がるときに、あれがそこだって初めて気がする。うちの奥さんよく言うのは株の推移を見ててさ、あなたなんでここで売ればいいじゃないのって言うわけですよ。それ後出しじゃんけんで。そんなので分かるわけないです。もっと上がると思ったから持ってて損してんだけど、彼女はこの株をこうやって見てね、あんたここで売ればいいじゃないのって言うんですよ。女の浅知恵だけど。まあでもそういうふうに言うと喧嘩になっちゃう。いや、それはね、分かってんですけど、もっと上がると思って、下がってもまた戻るかもしれないと思うから持ってるんですね。でもそれでもって、いつもいつも僕なんか株投資失敗してるんですけど。だから、Everything else fails って本当に fails なのか、どうなのかっていうのはね、リトリートのタイミングなのかどうなのか分かんないんですよ。だってさ、敵の攻め方って読めないじゃないですか。本当に攻めてくるのかさ、そうじゃないのかね。この36系ってのは結構難しい。これ、文野さんに聞きましたけど、軍師の作法みたいなものですよね。これ、そうですよ。うん、軍師の作法で。いろんな昔のやつを取りまとめてね、36系って作ってるんで、ああ、それしちゃいけない、こうしなきゃいけないってことを、まあ、孫子の予約版みたいなもんだよね。孫子はもっともっといっぱい書いてるけど、これはだからその予約版みたいなもんですね。まあどっちかっていうと、なんていうか、世間で言ってるような、こう、なんていうかな、孫子はどっちかっていうと、軍師っていう、ザ・軍師みたいだけど、36系ってのは庶民的なね、感覚ですよね。身近にこう、まあ戦略じゃなくて戦術ですよね。連環の刑ってこれはね、僕はしみじみ分かるんだけど、彼ら1個で使うなって言ってるんですよ。うん、で、いくつか混ぜて使うと絶対バレないって、うん。そうなんですよね。この戦い、軍師っていうぐらいだから、軍を率いるってことは何か戦を、まあ、直接じゃないしも戦を仕掛けるっていう、うん、そういう。平時じゃないときに必要なのが軍師で、こういう、その中身はこういうことだって。うん、平時の国を治めるっていうのと、うん、国を動かして何かトランスフォームするっていうときに必要なものっていうのはまた全然違うってことですよ、ね。平時はさ、やっぱり儒学ですよね。うん、孔子とか、うん。要するに徳をもって治めるみたいな。で、老子もそうだけど、だからやっぱりその36系とか孫子っていうのは平時じゃないですよね。相手を攻める、もしくはその負けてる時にどうするかとかね、拮抗してる力関係の時はどうするかって、そういうふうなね、まあ敵がいる前提にした場合にどう考えるかっていうね、やり方ですよね。うん、僕例の孫子は全部書き換えたけど、3ヶ月ぐらい飛んじゃってるんで、それは元のまんまになってるんですけど、これもね、書き直す必要あるかなと思って昨日読んでみたんですよ。そしたら結構高橋の英語は立派な英語でね、悪いことしたなと今から思うに5万円でやってもらったんです。これ、いや、これは悪いことしたなって、これ全部5万円、うん、よくやってくれたですよね。